ダンロップスポーツマーケティングの上条です。よろしくお願いします。ダンロップスポーツマーケティングの川村拓夫です。よろしくお願いします。お願いします。来ましたね。来ました来ました。すごいやつ来ました。新しいラケットが参ります。はい、待望の98、そして、厚みも少し薄い、はい、で、まあ、なんでこんなの出すのっていうことなんですよね、うん。まあ、当然98平方マーケットっていうのは結構強い会社さん、真っ赤なラケットがあったりとか、うん、黒いラケットがあったりとか、いろいろある中でバボラは実はなかったんですね、うん。で、古い資料を見るとって言ったら変なんですけど、昔アエロコントロールっていうのがあったんですよ、うんうんうん。それが唯一98のラウンドというものがあったんですけど、うんうんうん、これ早すぎたんですね、時代の流れとしては本当早すぎた、10年以上早かった、うん。その当時はもう100インチのパワーケーラケットがガッと伸びてきてる、はい。それがまああったんですけど、それはもう短命だったので、うんうん、それ以降としてはもうこれ本当久しぶり、でなおかつ、ピュアドライブという名前がついたものとしては初めてという形で出てまいります、うん。で、おかげさまでピュアドライブっていうのはたくさん世界では出てるんですけれども、やっぱり否定する方も多いんですよ、正直な話まあ得意な部分ではない、ま、顔がでかい、顔がでかい、はい、すいませんで、なおかつですね、熱すぎる、うん、それ言われてもピュアドライブなんで、ピュアドライブですからね、はい、そうなんです、うん。で、なおかつ飛んでっちゃうと、うん、まあ、飛んでっちゃうは多分半分は多分その打ち方、打ち方ですね、だと思う。そうですよピュアドライブそもそも飛ぶものですからね、はい、飛んでっちゃうんで嫌だということをよく言われたんですね。で、まあ、そんな中でですね、今回チャレンジしたのはフェイスサイズ、これ多分店頭で見ていただくと重ねないとわからないぐらい綺麗に仕上がりなので、うん、パッと見だとこれ選手なんかテストした時も、え、これ本当98ですか、あ、本当だ、重ねてみたらそうだみたいな感じで、まあ、綺麗な仕上がりしてます、うん。で、厚さもですね、まあ、色がこの少しチャコール系のメタリックなので、うん、重ね合わせて初めて、あ、本当だ、厚みも違う、うん、っていうような、まあ、それぐらい綺麗に仕上がったラケットになってます。で、まあ、今回ですね、やっぱりそういった部分もいろいろありながら否定をされてはきたんですけれども、やはり今回はパワー系のラケットではあるけれども、少し何かでホールド感でコントロール感をより出すというのが、まあ、今回の使命で作りました。で、まず最初に面白いのは、普通フェイスサイズが小さくなるとスイートエリアは狭くなるんですね。で、当然のことながら私たちも選手たちにスイートエリアどうっていう聞き方を選手たちにするとですね、いや広いっす、え、なんで広いの、いや確かに100平方よりはちょっと狭い、うん、けど他のメーカーの98クラスを皆さん選手なんていろいろ吟味するために打たれた経験があるようで、うん、それと比べるとかなり広いっすよ、うん、ということを言っていただいて、うん、そうなんだみたいな、アルバボラの選手だけどいろんなメーカー打ってたちょっと話になって思ったりはするんですけどでも選手はやっぱ勝つためにいろんなラケットを試すっていうことをやりますので、うん、まあ、その人たちが広いと言ってくれるんで、まあ、それ信じようというぐらい、うん、推定で広いようです、うん。それと、今回ベースが小さくなってるんですけど、ウルファーのシステムが、うんうん、やはり効いてるので、まあ、柔らかいんじゃないのか、うん、柔らかく感じる、推定が広いと感じるんじゃないのかっていうことなんですね。今さらっとウルファーって言いましたけど、はい、多分知ってる年代ってここまでだと思うんですよ、うん。確かに言われてみればですね、ウルファーってなんぞっていうのあるかもしれないです。今となっては変な話、ウーファーを追いかけてみんな、そうなんです、同じような仕組みを違う方法でやってると思うんですけど、はい、ですね。まず最初に少しだけ話をそれるかもしれないですけど、ワホラーガット屋なんですね、うんうんうん。で、なんでラケット出したか、ガットが本当に生きる動きができるラケットを作りたい、 100% ガットの性能を出せるラケットを作りたい。
で、ラケットとガットが相互に作用する、ファーストインタラクティブラケットというのが一番最初の宣伝文句があるんですね、うん、要はあのガットの性能を出せるシステムにつけようということで、うん、ウーファーというのが出てきたんですね。でウーファーっていうシステムを、まあ、最近は知らない方も多いので逆にあの私も店頭なんかにいるラケットはこれでガットはこれかこれにいやいやそれあのバボラのラケットだからできたらガットも一緒の方が推定で広く出るんだけどっていう説明をすることがない限りですか今までのガットでいいですっていうこともよくあるんですね。でちょっとまあそんなのを少し説明するとですねグロメットの部分ラケットを見ていただくと、まあ、今はですねあのインサイドウーファーという形で内側に入っているので外側には少し見えないんですけれども、まあ、ストライクですとかドライブ G ですとかまだ現在も昔のままのスタイルのウーファーあるんですけどこう山になってですねモコ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 って、まあ、ストリングは取ってるわけなんですけれどもボールをヒットした瞬間に、この山、まあ、ちょっと分かりやすく横で書いてみましょうか、ね、こういうふうに糸が通ってるわけなんですけどボールが当たった瞬間にこのウーファーシステムサスペンションのように下に下がるんですね。でこれが下がることによってまず、衝撃を吸収します。衝撃を吸収するっていうことは手首とか肘とか、プレーを長い時間した時に疲れが溜まりにくくなるんですね。で2つ目は今度これが下がったものが戻ろうとした瞬間に、これは、まあ、プレーヤー打つわけですけれども打った瞬間ホールドしてこっからはもう力ではなくてこのグロメットとウーファーのシステムを戻ろうとすることによってプラスアルファパワーがあります。なのであの正直初めてバボラのラケット使われた選手とか、まあ、あの一般の方でもいらっしゃると思いますけどあれスピード出るぞみたいな。それともう一つはですねこのウーファーのシステムの中にはもう一つ機能がありまして普通ですね、ラケットの一番打って気持ちいい場所っていうのは、一番ガットの長いとこ、一番ガットの長いとこ、このポイントですね、スイートスポット。このスポットの周辺をスイートエリアというわけなんですけれども、このエリアが、まあ、プレイヤーの方打って気持ちいいと感じるところなんですけれども、この場所一番しなるんですね。でも少しずつ横に行くにつれてしなる量が減っていきます。で当然のことながらしなる量が減ってくる場所でヒットすればミスショットボールの飛ぶ距離が短かったりとか、まあ、いろんなことが起こるんですけどこの位置に来た時にも何が起こるかっていうとバボラはですねガットメーカーですのでガットの表面のコーティングですねこれまあちょっとガットのイメージですけどガットの表面のコーティングと、このグロメットの内側のコーティングをスライドしやすくしているわけですね。まあ普通にスナップバックって言いますけれど、まあ、ガットを作る時にスナップバックっていうのは当たり前に必要なんですけどグロメットに当たっている部分もスライドすることによって、結局ここの糸がこういうふうに動くだけではなくてこういうふうに動いてくれる2段階の動きをしてくれることによって推定量が広がるわけですね。なので、正直バボラのラケットを使っている方によく言われるのは楽やっぱり楽強い人でやった時楽、まあ、そういったところがすごくあるわけですね。で今回のラケットもやはりそれがすごく強調されて出てるようでですね、まあ、選手たちが言うその98なのに広いっていうのはまあこういうところにあるんですね。なので、まあちょっと脱線はしましたけれどもバボラのラケットバボラのカット、うん、これはもう本当にあの冗談抜きに一緒に見たいからじゃなくてラケット作るコンセプトがもともとそうなのでそれでも良くなかったよって言われる時もあるかもしれないですけどぜひ一度ですね使ってない方は使っていただけたらなと思います。まあ、そんなすごいウーファーがそうですね搭載されてる。ただちょっとですね入ってくる数があんまりなんかテレビショッピングみたいな限定ですね。バボラとしてはやはり初めてのマスにチャレンジする少しゆっくり確実にみんなに理解していただこうということなので、うんうんうん、私からのネガティブなコメントとして言わせていただくとすれば
正直ピアノライブ楽しいよって言ってる、まあ、テニス始めて間もない方とかにおすすめはできないです、うんはい、やっぱりあのたくさんやってきた方で、あの、まあ、ガットも切れるよぐらいのところにあったりとか、本当にもうボールが打つ場所がいつも決まってて、まあ、けばだってくるよぐらいやってる方に関しては問題ないと思うんですけど、ただまだ初めて3年でピュアドライブファンだから買うよって言ってくれるの嬉しいんですけど、あの正直やっぱりちょっとそこだとまだ難しい可能性があって、ただあの既存の98他のメーカーさんですね、まあ、そういったものを今まで使ってきたらバボラ100だから使わないという方にはぜひ打っていただきたいという方におすすめですね、はい、あのめちゃめちゃ良かったですすごいすごい慎重になってますけど、まあ、ずっとどれぐらいですかね、もう17歳の時から98使ってる人間からしたら、まあパワーあって弾が回るし勢い出るし、いいロケットですもう売っちゃいました発売は3月の下旬頃を予定しております。はい、まあ、デザインもね、あのかっこいいって言ってくれる選手はほとんどだったんですね、まあ、嘘は言いませんけど、うん、男性選手たちはおお超かっけえっすねっていう話だったんです、うんうんうん、女の子たちはあかっこいいかもしれませんね、女の子にも受けなかったのがちょっとショックなんですけど、うんうん、男の子受けする男性受けするデザインかなと、はい、思います。そうですね、なんか ケースも今回これはそうですね、ケースはあの今までのフルケースではなくて、あのソフトケースとソフトケース形になりますね、さしてもらおう、はいはい、なので、まあ、今年ぜひですねちょっと新しいものを試していただければなと思いますので、そうですね、はい、これは多分2019年一番ヒットする商品かもしれないですね。そうですね、あの上級者の方は本当に、うん、あのバボラっていうのはああ楽でしょって言うんですけど、うん、まあ、楽だけど本当にかなりいいのかなと、はい、思いますので、数ないですから早めに検討してもらって、はいはい、ぜひよろしくお願いします。